シンゴ、いつも仕事を頑張ってくれてありがとうね。これからもずっとシンゴを支えていくから。ありがとう。千夏がそう言ってくれるだけで嬉しいよ。これからは少しでも楽をさせられるように頑張るからさ。今の仕事じゃ収入アップは期待できないし、転職をするよ。アニメスカッと生活。俺の名前はシンゴ。今回は妻千夏の話です。こちらがその千夏。俺は勤続15年になる会社で働いています。ですが年収は300万円。はっきり言ってこの会社で昇給は期待できません。だから転職をすることにしたんです。そんな時でした。清掃会社を立ち上げようと考えたのは、俺は掃除は得意でしたし、今の会社の前に清掃会社で働いていました。需要はあると考えて俺は千夏に相談をして起業することにしたんです。千夏は俺の考えに賛成してくれていました。だから何の問題もないと思っていたんです。だけどあんなことになるなんて。それでは千夏とのやりとりをご覧ください。ねえ、この間の話は考えてくれた？この間の話って、ああ別に部屋を借りるってこと？だけど単身赴任をするわけじゃないのに別の部屋を借りるのはな、出費だって増えるじゃんか。だって夜遅くに帰ってくるときはゆっくり休めないでしょ。だったら別の部屋を借りた方がいいのかなって。ねえ、なんか俺を家から追い出そうとしてない？そんなことないよ。そう聞こえていたなら申し訳ないんだけど。いやごめん、俺の方こそうがった考えばかりしていたらしい。疲れてるのかな。やっぱり私のことを気にしているからゆっくり休めていないんじゃないの？そういうことはないと思うんだけど、とにかく無駄な出費を増やすようなことはしたくないからさ、千夏の気持ちだけありがたくもらっておくよ。そう。清掃業務は大変ですが、それでもやりがいがあります。むしろ以前の会社より働きやすいと言った方がいいでしょうか。俺自身清掃業務が合っていたのでしょう。収入をアップするし、やりがいのある仕事に出会えたんです。汗だくになりながらの仕事なので、以前のようにクーラーの効いたオフィスで仕事をするわけではありません。だけど俺は以前より満たされた気持ちです。起業したばかりの頃は千夏にも大変な思いをさせていましたが、最近はようやく少し楽をさせられるようになってきたと思っています。だけど会社が軌道に乗れば乗るほど千夏の様子がおかしくなっていったんです。何かあるなら相談をしてほしいのですが、千夏の性格から考えても素直に相談をするような人ではないんです。だから千夏には悪いと思ったのですが、調べることにしたんです。調べることなんてしたくなかったんですけどね。だけど千夏が素直に言ってくれるとは思わなかったので、原因が分かったらしっかりと勝手に調べたことは謝罪するつもりでした。だけどその調べで分かったことは予想していないことだったんです。さすがに俺はすぐには信じられなかったですね。だって千夏がしていたこと、それは家庭を壊すようなことだったんですから。千夏、何か俺に言いたいことはない？サラリーマンを辞めて清掃会社を立ち上げたけどさ、いつも千夏は俺のことを応援してくれていたよね。だけど俺は千夏の本音を聞いていなかったような気がするんだ。だから何か言いたいことがあるなら遠慮なく言ってほしい。どうしたの？別に言いたいことなんてないけど。本当に？夫婦だからって我慢しなきゃいけないってことはないと思ってる。だから考えていることがあるなら教えてほしい。汚いの。え？汚い？どうしてよその掃除なんてものを仕事にしているの？普通にありえないんだけど。最近はそうでもなくなったけど匂いが臭いのよ。家にまで仕事の臭さを持ち込むのはやめてよ。だから別居を提案していたんだね。そうよ。お金を稼いでいるから我慢していたけど無理。まともな仕事をしてほしいの。まともな仕事？清掃業だってまともな仕事だろ。こういう仕事は需要があるし、それにサラリーマンとして働いていた時より収入は多いはずだ。そうね。だからといって何でも我慢できるわけじゃないの。私だってこれまで我慢していたつもりよ。それなのに私が悪いような言い方をされるわけ？だったらもういいわよ。二度と帰ってくるな。最初からそのつもりだよ。帰るつもりがないから今日こうやって千夏に連絡をしたんだ。え？二度と帰ってくるなって言ったよね。だから帰るつもりがないよって言ってるんだよ。理解した？え、ちょっとどういうこと？浮気をするような妻なんていらないって言ってるんだよ。浮気なんてするはずないでしょ。そう？だったら
2ヶ月前からどこで誰と何をしていたのか教えようか。全部証拠の写真とかあるから下手にとぼけない方がいいと思うけど。2ヶ月前？そう、俺は千夏の浮気を知ってから2ヶ月の間準備をしていたんです。その間に離婚に向けての準備をね。浮気を知った時から再構築はありえませんでした。俺は父親の浮気によって両親が離婚になった過去があるからです。だからどうしても浮気だけは許せそうにないんです。それは千夏だって知っています。知っていながら千夏は浮気をしたんです。そのせいかどうしても許したいという気持ちが出てこないんです。千夏の両親にはすでに伝えてあります。千夏の浮気を信じたくなかったようですが、証拠の写真を見せると娘が迷惑をかけて申し訳なかったと義父が謝ってくれました。千夏への連絡を最後にしたのは余計なことをされたくなかったからです。自分勝手に都合のいいことばかり義父母に言われるとはっきり言って離婚までの日数が伸びてしまいそうですし、説明をするのも面倒でした。だから余計なことができないよう千夏への連絡を最後にしたんです。千夏は案の定浮気を否定してきたんですけど、証拠を見せると諦めたようです。ま、千夏が何を言おうと動かぬ証拠があるので反論してきても千夏に有利に動くことはないんですけどね。千夏の浮気相手にも慰謝料請求をしているから、一応当人同士で話し合いましょうって連絡をしたんだけどね。向こうが連絡を無視してきたから会社に内容証明を送ったよ。なんてことをするのよ。なんてことをするのよって言われても困るんだよ。はっきり言ってそれは俺のセリフだろ。浮気なんて、なんてことをしてくれたんだよって。その言葉を言っていいのは千夏じゃなくて俺の方じゃないか。それは相手のことを心配するほど愛してるんだろ。だったら浮気相手と再婚でも何でもすればいい。ただ相手には婚約者がいたけどね。え？千夏と結婚をするとか言っていたようだけど、浮気相手にはとっくに本命の相手がいたんだよ。だから俺と離婚をしたら一人だね。千夏の実家にいるご両親だって千夏が帰ってくることは望んでいない。家庭がありながら浮気をするような恥さらしの娘など家には入れないとお父さんが話していたよ。そんなたった一回の浮気じゃないの。許してくれてもいいでしょ。だったら一回の浮気を許してくれる男のところに行きなよ。俺は一回でも許せないって言ったよね。その理由だって千夏は知っているはずだ。それなのに浮気をしたんだから即離婚される覚悟くらいあっただろ。そんな覚悟なんてない。ただの遊びのつもりだったの。遊び？浮気相手が千夏と結婚するつもりだったら俺とは離婚してただろ。それはそれでよく遊びだったなんて言えるね。俺は千夏のキープ君じゃないんだよ。ちょっと待って、私のことを好きでしょ。私のために転職をして頑張ってくれていたじゃない。そうだね。今の仕事に出会えたことは嬉しいけど、そのきっかけが千夏を楽にさせたいからというくだらないことだったことだけは汚点だよ。浮気をして堂々と俺のことを好きだとか嘘を言える女のためにね。本当に俺はこれまで何をしていたのか。千夏の浮気が発覚した時、俺はこれまでの頑張りが無駄に思いました。確かに無駄なところはあったんでしょう。だけどこれからは無駄にせずに済むんです。きっかけが千夏のためというのはこの先も消せないんですけどね。だけどそこで立ち止まっていても仕方ありません。浮気をされたこと、これは事実です。離婚をすること、これも事実です。事実を受け止めた上で先に進みたいと思っています。千夏は一人になる恐怖で何度も謝ってきます。だけどそれは浮気をしたことに対する謝罪じゃないんです。一人になりたくないからとりあえず謝っておくという感じなんですよね。それでどうして許されると考えられるんでしょう。ここに来て千夏という人間の本性が見えたような気がします。言っておくけど、何度謝られても俺は許さない。それに離婚は覆さない。それでもいいなら思う存分謝っておくといいよ。相手が受け取ることのない意味のない謝罪をね。慎吾、嘘でしょ。慎吾が私を見捨てられるはずがないよね。あのさ、どうして浮気されたのに見捨てられないって言えるんだよ。浮気を知った瞬間から千夏への愛情なんて冷めたんだよ。そんな嘘よ。私が捨てられるはずが。確かに千夏のことは愛していたよ。だけど浮気をされてまで続く愛情じゃない。
俺の気持ちを不変のものだと思わないでくれよ。今後のことは弁護士を通すことになるから、俺はもう千夏とやり取りをすることすらうんざりなんだから。その後、弁護士を通してのやり取りで離婚が成立しました。最後まで千夏は離婚したくないと言っていたようですが、こっちの知ったことではありません。俺はすぐに引っ越しをしました。社員寮があるので、きちんとした家を借りるまでは社員寮で暮らすことにしました。社員たちは居心地が悪いかもしれないのですが、しばらくは我慢してもらうことにしましょう。千夏は離婚後に実家に戻ったそうですが、元義父が家に入れなかったそうです。その騒ぎは近所でも噂になるほどだったのだとか。結局、親の居心地を悪くさせているんだから、千夏はやることなすこと、人を不幸にすることばかりですよね。一度だけ連絡が来ました。だけど俺は連絡を返しませんでした。わざわざ別のスマホから連絡をしてくるなんて、よほど切羽詰まっているのでしょう。自分の名前と謝罪が書かれていたのですが、それは嘘だと知っています。友人から聞いているからです。どうやら結構やばいところからお金を借りて、その返済に追われていると。俺に連絡をしてきたのは、その返済を何とかしたかったからでしょう。どこまでも千夏は俺のことを利用することしか考えていなかったんです。本当に腹立たしいというか、呆れるというか。幸いなことに、会社はさらに軌道に乗って大きくなりました。この仕事を得られたことだけは、俺にとって良かったことだと言えます。今後千夏と関わることはないですが、俺に関係のないところで好きにしてくれって感じです。ああ、ちなみにあの時の浮気相手は会社を解雇されたそうです。婚約破棄をされて、仕事だってなくなって、まさにどん底という感じなんでしょうね。自業自得なので同情はしないですけど。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は川上さつき。今回は私の元請け会社の社員である郡山さんの話。こちらがその郡山さん。私は三日月社という小さな中小企業で働いています。私の会社は主にビルの水道管の設置などの工事を請け負っています。私の会社にとって一番大きな元請けの会社が満月社という会社で、そこの担当者である郡山さんと私は頻繁にやり取りをするのですが、郡山さんは下請け会社の私たち社員に対していつも失礼な態度で接してくるのです。私たちはそんな郡山さんに対して、私は何も言えず、いつももどかしい思いをしていたのですが、それでは郡山さんとのやり取りをご覧ください。おい川上、この見積書は何だ。郡山さん、いかがなさいましたか。さっき送られてきた見積書だよ。この金額どう考えてもおかしいだろ。いえ、これは前回の案件を参考に適正な価格を提示させていただいたのですが、郡山さんも打ち合わせの時そのような方針でやりましょうとおっしゃってくれませんでしたか。は？そんなこと言った覚えはない。俺はな、お前のような小さい会社とは違って大企業で働いてるんだよ。仕事の量も川上さんの10倍くらいあるんだ。そんな大量の仕事をこなしてるのに、川上さんとの打ち合わせの内容を覚えてるとでも思ってるのか。さすが中小企業の社員が考えることは浅はかだな。もし私が失礼なことを申し上げたのであれば申し訳ありません。ですが、この見積書は何も誤りはないのは確かです。あ？あの狭い T 社のビルの工事にこんな金がかかると思ってるのか。さすが低レベルの川上さんは全く常識がないね。もっと物事は常識的に考えてくれないと、君の上司に言いつけちゃうよ。いいの？え、今郡山さん T 社とおっしゃいましたか。ああそうだ。この見積書は T 社ではなく S 社のビルの見積書なんですけど。え、ああそういえば S 社ビルはかなり大きいので、最低でもこのくらいの金額がかかりますよね。そうだよ、俺は S 社のことを言ってたんだ。まったく、この見積書の文字が小さいからいけないんだよ。川上さんさ、ただでさえ膨大な仕事で追われている俺を混乱させるような文字の小ささで見積書を作られちゃ困るんだよ。もっと元請け会社の社員のことを考えて仕事してくれないと。すみません。ああ、
川上さんのせいで俺のこの数分がかなり無駄になったよ。俺はただでさえ忙しいのに余計なことしないでくれよな。じゃ、今後はこういうことがないようによろしく。今後はこういうことがないようによろしくですって？見積書を読み間違えたのは郡山さんの方じゃない。それに見積書の文字は誰でも読めるくらい大きい字で書いてあるし、これがうちの会社で今までも使ってきたテンプレートなんですけど、いろいろと郡山さんに対して言いたいことは山ほどあったのですが、そこはなんとかこらえました。こんな感じで郡山さんは私たち下請け会社の社員に対してとても横柄な態度をとってくるので、うちの会社ではとても評判が悪い人でした。しかしそれでも郡山さんはたくさん仕事を回してくれるので、うちの会社としても仲良くやっていきたいというのがあるようなのですが、ある日こんなこともありました。川上さん、ちょっと早く返事してくんない？俺川上さんみたいに暇じゃないの。おい、俺からの連絡にすぐ答えないなんてどういうつもりなのかな。郡山さん、対応遅くなり申し訳ありません。今週は冬休みをいただいていると事前にお伝えしたつもりでしたが。は？冬休み？そんなこと言ってたっけ？でも元請けの俺からの連絡なら休みの日でも答えないわけにはいかないよね。そんなことしたらあなたの三日月社がどうなるか分かってるよね。はあ。それでこの間のスカットビルの工事の件だけど、その後進捗どうなってんの？あの件はすでにお断りしたと思ったのですが、担当者の田村から1週間前に連絡をさせていただいたはずです。あ、キャンセル？そんなことしていいと思ってんの？三日月社は下請け会社なんだよ。うちのような大企業から仕事がもらえるだけありがたいと思ってくれなきゃ。それはいつもお世話になっているので感謝しております。しかし弊社人手が足りなくて、スカットビルの案件を遂行できる状況にないので。そんなの困るよ。もうスカット社には三日月社でやるって言ってあるんだから。いえ、でもこちらはすでにお断りした案件として処理済みなのですけど。三日月社の人材が足りないのは三日月社のせいでしょ。そういうのをどうにかするのがビジネスってもんだろ。今会社の変革期でスカットビルの案件のためだけに人材を増やすことは厳しいと上層部からの判断が出たので。それにありがたいことに弊社は他の企業様からもお仕事をたくさん受け負ってまして。は？なんだよそれ。あのさ、川上さん、俺が三日月社の人事部長と飲み仲間なの知ってるよね。もし俺の言うことを聞けないなら川上さんのことクビにしてもらうからな。え、そんな。それにその担当者の田村ってやつは今何してるんだよ。田村は他の案件で岩手県に出張しておりますが。今すぐそいつを呼び出して東京に戻せ。そして満月社まで来て俺の前で土下座するように命令しろ。そいつをコテンパンに縛いてやる。いや、そんな。それに田村と一緒にいつもいる山田ってやつもいたよな。あいついつも生意気でムカつくんだよ。あいつも一緒に縛いてやる。え、山田さんもですか？山田さんは今体調崩してお休みをいただいているのですが。は？どいつもこいつもしょうもないな。これだから三日月社はいつまでも零細企業のままなんだよ。川上さんももっと頭が良くて有名大学を出ていれば俺みたいに大企業に就職できたのに。そんな小さい会社で働いてても何もやりがいないでしょ。なんなら俺がクビにしてあげてもいいんだよ。でも困っちゃうよね。もし川上さんが三日月社クビになったら僕はどこにも就職できるわけないもんね。あの郡山さん、大変申し訳ないのですが本日お休みをいただいているのでそろそろよろしいでしょうか。は？これだから零細企業の社員はなってないんだよ。休みの日でも働くくらいの意欲がないとダメダメ。だからいつまで経っても下請けっていう最下位にいるんだよ。すみません、今日は母の見舞いのために病院に来ているので。そんなの俺には関係ないし、とにかくこのスカットビルの案件をやってくんないと俺が困っちゃうの。だから田村だか田中だか山田だか誰かわからないけど、とにかく案件進めるように頼んどいてよね。
俺は今から上司とバーに飲みに行くから、俺の LINE に進捗入れといてくれ？んじゃよろしく。私はもう限界に達していました。他社のひどい社員に休日に指図されて、こんなにバカにされて、それでも私はとりあえず担当の田村さんに連絡を入れましたが、実は田村さんもずっと郡山さんから口うるさく文句を言われて、もう郡山さんとは一生話したくないという返事でした。翌日。おい川上、お前人間としても社会人失格だ。どうしたんですか郡山さん。昨日スカットビルの案件を俺の LINE に残しとけって言っただろ。なのに一言も入ってないじゃないか。はい、なぜならその案件は三日月社では受け負わないからです。もうすでにその話はさせていただきましたよね。なんだと、その生意気な態度気に食わねえ。今すぐお前の会社の人事部長に連絡してクビにしてやる。構いませんよ。え？だって私今日が三日月社に出社する最終日です。え？なんだって？昨日までの冬休みは退職前の有給消化としてもらっていたんです。なので本日付で私は三日月社を辞めます。は？なんだよそれ。まあ川上さんがいなくなったからって俺には関係ないけど、理解力のない奴がいなくなってせいせいするぜ。代わりに田村ってやつを出せ。田村も郡山さんの対応はできかねます。は？なんでだよ。じゃあ山田は？山田は体調不良のため対応不可です。なんなんだよ、誰も対応できないなんて。お前の会社は腐ってるな。倒産しちまえ。いえ倒産はしませんが、太陽グループの子会社として統合されることになりました。は？太陽グループだと？あの大手の？そうです。知らなかったんですか？もう何ヶ月前からもこの話は決まってたことですけど、まあ見積もり書もきちんと読めないような郡山さんじゃ、そういう情報収集もちゃんとできるわけないですよね。嘘だろ。じゃああのスカットビルの案件はどうしてくれるんだよ。大きな案件なんだよ。もしやってくれなかったら俺が依頼主から相当怒られるだろう。うちの会社の社員、郡山さんのせいで何人も病んだり辞めたりしてるんです。山田もそのうちの一人です。そして私や田村も今日付で退社しますが、これは一旦三日月社を退社ということで、私たちは来月から太陽グループの本社で働くことになったんです。は？なんだよそれ。なので満月社よりも大きい会社で働くので、私のことを零細企業で働く社員だからってバカにしないでくれませんか。それに零細企業で働くのが何がいけないんですか。どの会社で働こうが人の自由ですよね。だって零細企業で働くのは七種の大学出てるやつらだけだろ。言っておきますけど、私 T 大卒なんですよね。え、あの天下の T 大？そうです、大学院まで出てます。三日月社で働いていたのもグループ統合の調整のために太陽グループから数年出向してたんです。そんな、川上さんがまさか T 大だなんて。それに三日月社で働いていた社員の多くは有名大学を出ています。みんな情熱を持って三日月社で働いているので、どこの大学卒だろうが関係ないです。は？なんだよそれ。もうわけわかんねえ。なので今日で郡山さんともお別れです。ようやくこの日が来てせいせいしてます。ちなみに郡山さんの業務態度についてはうちの社員で苦情をまとめて上司の方に報告書をお渡ししたので、この後どんなお叱りを受けるか楽しみですね。嘘だろ、そんなのひどいよ。ちょっと川上さん、お願い、俺のことを許してくれ。今まで散々罵ったりけなされてきましたけど、社会人失格なのは郡山さんの方ではないですか。今後は人としても社会人としても更生しないと、この競争社会で生き残れませんよ。そんな、ちょっとこんなことになるなんて、こんなのありえない。今まで散々お世話になりました。それでは失礼します。おいおい、ちょっと待ってくれよ。こんなに追い込まれて俺はどうしたらいいんだ。川上さん、お願いだから行かないでくれ。その後
郡山さんは上司から呼び出されて平社員に降格され、新人研修を一から受け直させられたそうです。さらにスカットビルの案件はなくなり、そのことでも依頼主と上司にこっぴどく怒られたとか。数ヶ月後、たまたま郡山さんを見かけることがあったのですが、前より半分くらい痩せてヒョロヒョロになり、昔のような勢いはなくなっていました。一方で、私や田村さん、山田さんは太陽グループの本社でバリバリ働いています。今では元請けをする立場になったのですが、下請け会社の人たちがどんな気持ちで仕事をしているのか私たちは痛感しているので、気持ちいい人間関係を築けるように、郡山さんのことを反面教師として日々仕事に励んでいます。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はかな子。今回は兄ゆきおの話です。こちらがそのゆきお。兄といっても私と兄に血のつながりはありません。私は母の姉夫婦の子供だからです。幼い頃に私の両親は交通事故で亡くなり、本当の母の妹夫婦が引き取ってくれました。本当の娘ではないにしても、養子の私に義理の両親はよくしてくれました。ただ兄だけが本当の家族じゃないくせにと頻繁に言ってきましたね。養母も養父も兄のその言葉を聞くたびに叱っていましたが、叱られ続けたことで二人が見ていないところで言われるようになりました。しかし養母が病気で亡くなったことで問題が起こったのです。それでは兄とのやりとりをご覧ください。お前さ、母さんの遺産を相続放棄しろよ。どうせ本当の家族じゃないんだから別にいいだろう。でもお母さんの遺言書には私にも分配するように書かれていたって弁護士さんが言っていたけど。だからなんで本当の家族じゃないお前に母さんの遺産を渡さないといけないわけ？それこそおかしいだろう。お前ただの泥棒になるじゃん。泥棒って、確かに血のつながりはないけど、24年間娘として育ててもらったし、養子縁組だってされているんだけど。お前がうちに来たことで俺の取り分が減ったんだぞ。そのことに対して申し訳ないとか思わないわけ？お母さんが私に遺産を渡さないって遺言書を残していたなら、それを受け入れるつもりだったよ。でも私にも残してくれるって書いてあったんだから、私はお母さんの言葉に甘えたいの。お前マジでわからないやつだな。他人が母さんの金を奪うってことになるんだぞ。お前そこまで主戦度だったんだな。主戦度なのは兄さんの方でしょ。お母さんの遺言書にも書かれていることなのに、私に相続放棄を迫ってまでお金が欲しいの？欲しいに決まってるだろ。母さんの遺産がいくらあると思ってるんだよ。お前は養子だから遺産相続には関係ないと思っていたのに、まさか母さんが遺言書を残してるなんて。母さんの息子は俺なんだぞ。なんで血のつながらない養子なんかに遺産を残すんだ。兄さんがいつもそんな態度をとってばかりだから、お母さんは私のことを不憫に思ってくれたんじゃないの？は？そんな態度ってなんだよ。他人を他人と言って何が悪いんだ。24年間一緒に暮らしてきたのに血のつながりがないから他人だなんて、兄さんには情けってものが全くないのね。お父さんもお母さんもそのことを心配していたわよ。思いやりのかけらもない息子で申し訳ないって。実の息子の悪口を養子に言ってたってのか？マジでありえないだろう。そんなことをさせているって自覚はないの？意味わからねえことばかり言ってんじゃねえよ。意味わからないのは兄さんの方でしょ。それにお母さんの遺産って言っても大金は大金だけど数千万とかのレベルじゃないでしょ。だからこそお前に放棄してもらわないと困るんだよ。母さんの遺産がいくらあるのかってさっき言っただろ。数千万とか億じゃないから、お前が放棄してくれないと俺の分が少なくなるって言ってんだよ。呆れた。そんな理由で私に相続放棄を迫っていたの？それなら一つ言わせてもらうけど、お母さんが体を悪くしてから入院の面倒や介護をしたのは私よ。兄さんは何もしなかったじゃない。実の息子とか言う前に
実の息子なら母親に対してしてあげるべきことがあったでしょ。それすらまともにしなかったのに、お金のことばかり言ってくるなんて。面倒とか介護は女の仕事だろ。これまで俺の親に世話になっていたんだから、それくらいしろよ。兄さんの言葉を借りるなら、大事な親を他人任せにしていたってことになるけど、都合のいい時だけ私を娘扱いするわけ。抗議するなら、しっかり考えに一貫性を持たせてくれる？くそ、このままじゃ終わらせないからな。その子、しばらく兄からの連絡が途絶えました。一週間ほど経った時、弁護士から驚くべきことが伝えられたのです。弁護士から状況を聞いて、そこまで兄はするのかと呆れたほどでした。弁護士から話を聞いた時は驚きましたが、兄にとっては予想外の出来事になってしまったのです。おい、どういうことだよ。どういうことって何のこと？なんで俺の相続権利が剥奪されるんだ？それは兄さんが遺言書を書き換えたからでしょ。遺言書の書き換えは相続権利剥奪の可能性があるってことを知らなかったの？そんなの知るわけないだろう。ふざけるなよ。なんで実の息子の俺が遺産相続できないんだ？だから兄さんが遺言書の書き換えなんてするからよ。事前に公開されているんだから、書き換えをしても無駄だってことがわからないの？うるさい。お前が相続放棄をすればこんなことにはならなかった。お前のせいだ。兄さんはいつもそうだよね。自分に都合の悪いことは養子の私のせいにばかりしてた。お母さんたちは私のせいにしていたことも知っていたよ。その場で注意すると私がひどい目に遭うからって、後から二人が謝ってくれていたから、兄さんはある意味二人から見捨てられていたようなものだったってことも気づいてる。結局兄さんは自分のことばかり。でも正直言って賢くないから、自分で自分の首を絞めているようなものだってことにいい加減気づいたろ。お前俺に向かってなんて口を聞くんだ。今まではお母さんやお父さんに遠慮していたけど、もう二人もいないんだし遠慮はしないよ。これまで私のことをバカにしてきたけど、自分で余計なことをして相続権にも剥奪になるなんて、兄さんこそ大バカじゃないの。俺のことをバカだと？そうでしょ。バカじゃなかったら何なの？自分で余計なことをして相続権利を失いましたなんて、誰が聞いてもバカじゃんってなるでしょ。ふざけるな。なんでお前なんかにバカ呼ばわりされなきゃいけないんだ。バカ呼ばわりはしてないよ。大バカ呼ばわりはしたけど。大バカだと？同じことの繰り返しはやめない。兄さんはバカなことをしてバカな結果になった。それが全てでしょ。反論したいなら賢い行動をとってから言ってよ。それに兄さんの借金は自分で何とかしてね。なんで借金のことを？家に督促状が何通も来てたわよ。結構な金額みたいだけど大変だね。お母さんの遺産にこだわったのも借金帳消しで手元に残る分がほとんどなかったからでしょ。少しでも自分の手元に残るお金を増やしたくてあんなバカな真似をしたんでしょうけど、結果として全部失うってさすが兄さんだわ。ちょっと頼みがあるんだけど。お金なら貸さないよ。これまで兄さんに貸して戻ってきたお金なんてないんだから。まだ何も言ってないだろう。今まで私のことをバカにした言葉ばかりだった兄さんが下手に出るような言葉になれば予想はできるわよ。言っておくけど、あれだけ私のことを他人って言ったんだから、妹としての私には何も期待しないでね。お母さんやお父さんには悪いけど、きっともう兄さんと付き合うようなことはなくなると思うから。たった二人残った兄弟だろう。その妹を24年間も他人呼ばわりしていたのは兄さんの方でしょ。兄さんがそんな態度を取るんだから、私も相応の態度を取らせてもらうだけだし。悪かった。ちょっと言い過ぎた。ちょっと？24年間は兄さんにとってちょっとなんだね。だったらもう何も話すことはないよ。待ってくれ。マジで母さんの遺産がなければやばいんだ。だったら下手に相続放棄を迫らずに遺言書にある通りの分で満足していればよかったのにね。
どっちにしてももう兄さんとの関係は終わり。これ以上連絡をしてこないで。私たちは本当に他人になったんだから。お母さんには悪いけど、私が兄さんの面倒を見るとか絶対に無理だから。兄さんのせいで共倒れになるなんてごめんだからね。24年間一緒に育ってきた兄を見捨てるのか。勘違いしないでくれる。私を見捨てたのは兄さんの方よ。寄り添わない人を兄と呼び続けるほどバカでもないから。いつまでも人のせいにしてばかりいないで、自分のせいでこうなったんだってことを受け入れたろ。その方がよほどこれからの自分のためになると思うけど。その子、私は兄の LINE をブロックしました。養父や養母にとっては私たちが仲良くすることを願っていたのでしょうが、兄の方がそれを拒否しているのだから無理です。それに私だってあそこまでバカにされ続けて、兄を兄と呼べるほど心が広くないのです。だから私はもう兄には期待しないことにしました。兄も私に期待をしていなかったのだから、私が期待をしなくなったからといって文句を言われる筋合いはありません。それから数ヶ月が経ったのですが、弁護士から兄の近況について聞かされました。どうやら兄が弁護士に泣きついたらしく、連絡だけならと弁護士も受けたのでしょう。内容はお金の無心でした。来月までに支払わないと漁船に乗せられるとかなんだとか言っているようですが、仕事ができて借金も減っていくんだからちょうどいいじゃないかと答えました。漁船に乗れば簡単にこちらには戻ってこられないでしょうし、私としても兄に会わずに済みますからね。兄が漁船に乗ることで私にはメリットが多いのです。あれから数年経ち、私は縁あって結婚しました。今は二人の子供の母親です。一度だけ兄から連絡が来ましたが、恨みつらみのものばかりで、私は再び兄を無視することにしました。借金は返済できたようですが、兄は女性に騙されて別の借金を背負わされてしまったようです。正直自業自得ですね。今後はもう兄と関わらないようにしたいと思います。夫の転勤で地方に引っ越すことになったので、兄と私が会うこともなくなるでしょうけど。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。どうしてあなたは私の言うことを信じてくれないの？家族が大切なのもわかるけど、私だってあなたの家族でしょ。でももともと他人じゃん。血のつながりのある家族を信じるのは当たり前だろ。そんな。私の名前は幸恵。今回は旦那亮太の話です。こちらがその亮太。亮太の実家は大規模な農家であり、義父母も昔感覚の持ち主です。そのため正直同居はしたくなかったのですが、亮太が何があっても俺がお前を守るからと言ってくれて、それで同居を決めたのです。でもまさかあんなことになるなんて。それでは亮太とのやりとりをご覧ください。ねえ、相談があるの。何？お父さんからの嫁いびりに耐えれそうにないの。この前は娘のことまでバカにされたのよ。女なんて産んでも役に立たないって。後継ぎが産めないお前は欠陥品だって。実際にそうじゃん。え？親父にとって必要なのは女の子じゃなくて男の子だしな。嫁いびりって言うけど、そこまでひどいことされてるか？私だけ一人でご飯を食べているのは知ってるわよね。それにみんなの洗濯物、料理、家の中の掃除全部してるのよ。お母さんだっているのに、どうして私だけがこんなに負担をかけさせられなきゃいけないの？これじゃ嫁じゃなくてただの家政婦みたいじゃない。それに亮太は私を守ってくれるって言ったわよね。あんなの同居を承諾させるための嘘だよ。だいたい女なんだから男に従うのは当たり前だろ。あなたもお父さんと同じことを言うのね。言いたくないけど、家の中のこと誰のおかげで回ってると思うの？お母さんは何もしない。家のことは全部私がしてるじゃない。それだけじゃなくて、農家の仕事で朝4時から働いて、寝るのは日付を過ぎてから。こんなんじゃいつか倒れちゃうわよ。まともに休むこともできないんだから。うるさいな。農家に嫁いできたんだから、それくらい当然だろ。それに親父の嫁いびり、文句があるなら出て行け。俺は何も無理して家にいてもらいたいなんて言ってない。お前がいなくてもどうとでもなるんだからな。だいたい最近は夫婦生活だって断ってくるじゃないか。
後継ぎを作ろうって気持ちはないのか。毎日クタクタになるまで働いて、あなたの相手までしろって言うの？私はこの家に都合よく使われるための存在じゃないの。だったら離婚だ。義父には良太と結婚させたい女性がいたそうです。自分の思い通りにならなくて、私に対する当たりが厳しくなっていったのでしょう。私の心の中で義父は家族なんだから耐えなきゃいけないという思いがありました。でも良太が味方になってくれないのであれば耐えられそうにありません。私は良太に大変だったなとか、俺から親父に言ってみるよなんて言ってもらえたらそれで頑張れたんです。それなのに良太は味方になってくれませんでした。しかも自分の娘までバカにされたのに義父の味方をしたんです。もともと良太は義父寄りの考えだったのかもしれません。だから突きつけられたサイン済みの離婚届を持ち、娘と最小限の荷物を持って義実家を飛び出しました。実家に戻るとやつれている私を見て両親が驚いていました。久しぶりに心配されたこともあって、私は大人なのにみっともなく泣いてしまいました。実家に戻ってから数日が経った頃、元旦那から連絡が来たんです。おい、今日弁護士が来たぞ。慰謝料請求のこととか言っていたな。お前まさかあの離婚届を提出したんじゃないだろうな。提出したわよ。だからあなたと私はもう他人なの。はあ？勝手に出すなんてどういうつもりだよ。あなたも離婚だって言ったじゃない。サインまでしておいて勝手に出すって言われる筋合いはないわよ。お前生意気な口を聞くな。誰に向かってそんな口を聞いてるんだ。あんただけど。あんたが威張れるのは義実家の農家の中だけ。はっきり言って私はあんたのための家政婦でも何でもないの。あんたこそいつまで偉そうな口を聞いてるの。私ちゃんと証拠も残してあるから、あなたたちから受けたモラハラの数々をね。モラハラ？あなたたちが私にしていたことはモラハラよ。そういえばあなたの家はメディアの取材とかも受けてたわね。なんならマスコミに流してあげましょうか。大手農家が嫁にした仕打ちなんて見出しがつくかもしれないわね。ちょっと待て。お前はうちの農家をダメにするつもりか。嫁をとことん追い詰めてダメにしたくせに謝罪の一つもないの。本当にあなたってお父さんそのままの性格だったのね。いや、ごめん。言われてから謝るなんて誰でもできることよ。自分から謝れない時点でお察しレベルよね。実家に戻ってきて義実家がどれだけ異常だったか分かったわ。娘だってのびのびと過ごしてる。義実家では義父母の顔色を伺うようにしてたのにね。親父たちともちゃんと話してみるから、もう一度やり直せないか。やり直さない。どうせ気をつけると言っても最初だけでしょ。ほとぼりが冷めたらまた同じことになるのは目に見えてるじゃない。それが分かってるのにやり直す人はいると思う？それはどうせ私に連絡をしてきたのだって家のことをする人が誰もいないからでしょ。洗濯物でもたまった？お母さんの料理に飽きた？掃除がされてないから家の中が汚くなった？私と娘のことが心配で連絡をしてきたんじゃないでしょ。だったらもっと早めにするはずだもんね。それに最初に言う言葉が弁護士のことだったっけ。本当にあなたたち家族って自分のことしか考えられないのね。離婚はしてるんだし慰謝料はしっかりもらうから、子供の養育費だって払ってもらうからね。ちゃんと話し合いもしないのに勝手に決めるな。私はあなたに SOS を何度も出してた。その度に私の話を聞こうとしなかったのはあなたでしょ。それなのにどうして私だけがあなたの話を聞かないといけないの。私たちはもう話し合いの段階を過ぎてるの。あなたが妻と子供を大事にしなかった時点で終わりなの。後継ぎが欲しいんだっけ。だったら新しいお嫁さんでももらったら。普通の感覚だったら1週間一緒に住めば逃げたくなるでしょうけどね。私はよく耐えた方だと思うわよ。いや本当にごめんってば。俺もっとちゃんとお前たちのことも考えてやるべきだった。その場をごまかすような言葉なんていらない。そんなことかけらも思ってないでしょ。娘も義実家には戻りたくないって言ってる。そりゃそうよね。自分の祖父母から男の子だったらよかったのにって毎日言われてるんだから。私が注意したら私が見てないところで毎日言ってたらしいわよ。あなたたちは家族を作る資格すらないよ。娘は泣きながら教えてくれました。いつもおばあちゃんたちに嫌なことを言われると。
一度注意してそれからは見かけなくなったので大丈夫だと思っていたんですけどね。まさか陰でネチネチと言っていたなんて思いませんでした。そのことを聞いて私の両親も激怒しました。まあ私も嫁いでから体重が20キロ落ちましたからね。もともと太っていたわけでもないのに20キロ落ちたこともあってやつれているように見られています。それでも義実家の誰も心配なんてしてくれませんでしたけど、でも結果的には義実家を離れられてよかったです。ちなみに私の実家に義父母もやってきました。自分勝手なことをいろいろと言っていましたけど、私の両親に自分の娘がここまでになるほどこき使われて黙っていられると思っているのかと一喝してくれました。義父母が来れば私も戻ってくると元旦那も思っていたんでしょうけどね。すでに離婚しているんだからあの人たちの言うことなんて聞く必要はないんです。お前がいなくなってどれだけお前に助けられていたのか分かったよ。だから同じことをしてもらいたいなら家政婦でも雇えば。大手農家なんだから家政婦を雇うお金くらいあるでしょ。戻ってきてくれよ。俺たちにはお前と娘が必要なんだ。お断りよ。私と娘の人生にあんたたちは必要ない。私もこっちで仕事を探してるし、そっちには戻らない。大体離婚してるのよ。戻ってこいっておかしな話だと思わない？それはもう終わりなんだってば。いい加減諦めれば。私たちもあんたたちからごちゃごちゃ言われるのは疲れたの。あんたたちから解放されて自由に生きたいの。その後弁護士とのやり取りに切り替えてもらいました。元旦那とやり取りすることも苛立ちの原因になっていましたからね。世間体などを考えたのか、慰謝料と養育費はしっかりと払ってもらえました。その後私にも子供にも二度と関わらない誓約書を書いてもらいました。それからしばらく経って元旦那は再婚したそうです。でも新しい奥さんは1週間経たずに義実家から逃げ出したと聞いています。結局私とのことで反省なんてしていなかったってことですね。新しい奥さんが逃げ出すくらいだからきっと私がさせられていたことを要求されたのでしょう。新しい奥さんがネットに状況を報告したらしく、元義実家は結構炎上していました。これまではクリーンなイメージでしたからね。その影響で取引先をいくつか切られたと聞いています。まあ今後はクリーンなイメージで仕事なんかできないでしょう。私はといえば実家の両親に娘の面倒を見てもらっています。私は仕事に出てしばらく経ったら実家を出るつもりです。でも孫と離れたくないと両親が言うので、もうしばらくはお世話になるかもしれません。まあそう言いながら両親が私の心配もしていることは分かっていますけどね。孫のことを持ち出せば私が断れないと思っているんでしょう。両親の優しさをありがたく思いながら、私と娘は第二の人生をスタートさせました。これからは誰からも強いられることのない人生を過ごしていきたいです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はよしみ。今回は夫イサムの話です。こちらがそのイサム。イサムは亭主関白というか、自己中心的なところがあります。自分の娯楽にはお金を使うのに、家族が欲しいものがあっても、渋ってお金を出したがりません。無駄遣いではなく、たまに子供にプレゼントくらいしてやればいいのに、と思うこともしばしばです。しかし、ある日イサムが驚くべき事実を伝えてきました。将来的にはと考えていたことが、来週からと言われてしまったのです。まさかここまで自己中心的だったなんて。それではイサムとのやりとりをご覧ください。え、ちょっと待って。今なんて言った？だから、来週から親の介護をしてくれって言ってるんだよ。ちゃんと聞けよな。まだ耳が遠くなるには早いだろ。ちゃんと聞いていたけど、聞き間違いであってほしかっただけの話よ。なんでいきなり介護の話になるの？この前母さんが転倒して足を悪くしたんだよ。父さんは亡くなっていないし、一人だと心配だろ？だから同居することにしたんだ。同居することにしたんだって、なんでそんな大切なことを相談なしでするの？私だって働いているんだよ。身寄りなんて今年大学受験なんだよ。そういうこと一切考えないで、自分だけの都合で決めたの？うるさい。俺の母親なんだし、親孝行したいと思わないのか？親孝行？それは大いに結構だと思う。
でもその親孝行にあなたは何をするの？え？親孝行って言いながら苦労するのは私でしょ？あなたは親孝行したつもりになってるだけじゃない。本当に親孝行って言うならあなたが介護をしなさいよ。うるさい。とにかくもう介護も同居も決まったことなんだ。はっきり言って義母は苦手です。ねちねちと嫌味を言ってきて、娘の身寄りも苦手で、お正月でさえ会いたくないというくらいです。それなのに同居するなんて、トラブルが起こるとしか思えません。身寄りに同居の件を話すと、今すぐ家から出ていくとまで言い出しました。身寄りには夢があり、昔義母に散々笑われたことがあります。それから身寄りは義母を苦手とするようになったのです。父親でありながら、妻だけではなく娘のことまで考えずに自分の母親を優先しようとするイサムに腹が立ちました。介護のことも将来的には仕方ないだろうとは思っていましたが、突然言われて分かりましたと言えるはずがないのです。身寄りも自分勝手すぎる父親に愛想が尽きたのか、もう離婚してよと私に言う始末です。ピリピリした状況では勉強もできないだろうと、一時的に私と身寄りは私の実家に身を寄せることになったのです。私の両親もイサムのやり口には激怒していました。介護問題、しかも介護をするのは私なのに相談なく決めるのはおかしいと言ってくれました。イサムの考えが変わらないのであれば離婚してもいいとまで言ってくれたので心強いです。おい、勝手にいなくなるってどういうことだよ。飯の準備もしてないじゃないか。私と身寄りは実家に帰らせてもらっています。あなたの勝手な都合で決められた介護と同居を受け入れられないからです。ふざけるなよ。お前は妻としての自覚がないのか？父親としても夫としても自覚がないあなたに言われたくない。特に身寄りは受験生なのよ。環境が変わるだけでどれだけ身寄りの負担になるかわからないの？あなたはあの子の受験のために何の協力もしないつもりなの？大げさだよ。介護や同居くらいで影響されるくらいなら社会に出ても何の役にも立たないってことだろ。社会では環境が変わることなんてザラにあるんだからな。身寄りにとってもいい勉強になるって思えばいいじゃないか。あなたって人は本当に自分の考えを押し付けようとすることばかりなのね。あなたがそのつもりなら私は離婚を申し出ます。だいたい同居や介護なんて大切なことを相談もしないで決めるような人とこれ以上一緒にいたくはありません。お母さんにもそう伝えてください。伝えられないなら私から伝えてあげましょうか。お母さんの介護と同居のことで離婚問題に発展しています。どうしてお母さんも私に相談してくれなかったんですか？そのおかげでこっちの家庭はめちゃくちゃになっているんですよって。ふざけるな。母さんにそんなことを言ったら倒れてしまうだろう。今現在私や身寄りの方が倒れそうなくらいストレスを与えられているってことに気づいていますか？それに気づけないならもうあなたは人として終わっていますよ。俺のことをバカにするのか？今まで誰の稼ぎで飯を食えていたと思っている。バカにバカと言って何が悪いんですか？それに誰の稼ぎってまさか自分のことを考えているわけじゃないですよね。あなたの稼ぎだけで食べていけないから私もフルタイムで働いているんですけど。あなたの言葉のように言うなら誰のおかげで生活ができる水準になっていると思っているんですか？こう言いたいんですけど、あなたはどう言葉を返してくるつもりですか？私が専業主婦だったならその言葉も有効でしょう。時短勤務ではなくフルタイムで働かないといけないくらいの低収入のくせに選べることだけは一人前って最低じゃないですか。お前、ひどいことを言っている自覚はありますよ。でもさらにひどいことをしているのはあなたでしょ。ひどさについてあなたにとやかく言われる筋合いはありません。あなたが考えを改めないのであれば私は離婚します。身寄りも私が引き取ります。むしろ身寄りが離婚した方がいいって言ってくれましたしね。身寄りが？父として選ばれるとでも思っていましたか？あなたは身寄りにとって最低の父親です。これまでもあなたは身寄りのことを顧みませんでしたよね。その割に自分の母親のことは勝手に決めるようなことをしてしっかりしようとする、あなたにとっての家族って何ですか？私や身寄り以上にお母さんが大切ならあなたが介護をしてください。あなた自身が親孝行すればいいでしょう。あなたの自己満足に私や身寄りを巻き込むのはやめてください。俺は離婚なんて認めないからな。たかが同居を決めたくらいで離婚なんて。今は立派な離婚案件になっているんですよ。それに離婚したくないならそれでもいいですよ。え？私と身寄りは実家から戻りません。離婚したくないならそれで結構。どっちにしろ私も身寄りもその家には戻らないつもりでいるので。そんな、
あなたが相談をしてくれていたら結果は違ったでしょう。お母さんのことが苦手でも将来的には介護をするんだろうなって覚悟くらいはありました。だったら来週からでもいいじゃないか。将来のこととして考えているのに突然来週からって言われて納得できると思いますか？納得できるって言うならあなたが介護をすればいいんです。はっきり言っておきます。お母さんのことは私も身寄りも苦手なんです。苦手な人の介護をこの先ずっと我慢して続けられると思いますか？あなたにとっては大切な母親でしょう。でも私にとっては嫌味をねちねち言う義母、身寄りにとっては夢を笑う意地悪な祖母、こんな認識しかないんですよ。それなのによくもまあ自分に関係ないからって介護を押し付けようとできますね。だって相談したら反対するだろ。当然です。介護は決して簡単なものじゃないんです。食事の世話、入浴の世話、排泄の世話、綺麗な部分だけじゃなくて汚い部分もしなければいけないんです。お母さんがいい姑であれば快諾できたでしょう。でもあの意地悪な性格で快諾しろって方が難しいのでは？反対されても説得するのがあなたの役目だったはずです。役目を放棄するんだから私も介護を放棄して何が悪いんですか？自分の役目を放棄するのに私が放棄したら逆ギレ？本当に人として最低ですね、あなたは。介護や同居はもう少し伸ばしてもらうから。だから離婚だけは。あなたに対して信用も信頼もなくなりました。その状態でどうやって家族に戻れと言うんですか？あなたは大切なお母さんと仲良く暮らしてください。そこに私のことも身寄りのことも入れなくて結構です。あなたにはもうほとほと愛想がつきました。これからはお互い自由に生きていくようにしましょう。その後私は実家で身寄りと両親と暮らしています。何度もイサムが実家にやってきましたが、私と身寄りは会うことも拒否して両親が対応してくれました。両親も厳しくイサムに言ってくれたおかげで何とか離婚することができたのです。まあ弁護士を雇うまでになったのでスムーズとは言い難いですけど、身寄りには最終確認をして父親の方に行かなくていいのかと聞いたら、ありえないとスパッと答えてきました。身寄りにとってイサムはもう父親という気持ちですらないということなのでしょう。これまでイサムや義母がしてきたことを考えれば自業自得と言っても過言ではないほどです。せめて孫にはいい祖母であれば身寄りの意見も変わったんでしょうけど、その後イサムは家で義母の介護をしているようですが、かなり参っていると知人から聞きました。義母も体がうまく動かせないせいでイライラとしてイサムに八つ当たりをしているそうです。そのせいでイサムも切れて、介護してやってるのにという気持ちが強くなって、お互いの関係もうまくいっていないのだとか。何度かイサムから戻ってきてほしいという連絡がありましたが、私はそれに返信すらしていません。離婚した元夫に対してかける情なんて持ち合わせていないからです。これから長い先義母の介護をする上でイサムは分かっていくでしょう。自分がどれだけ無理なことを私に押し付けようとしていたのかということを。まあ分かったところで遅いんですけど、理解したからって私たちの関係性が戻るわけでもありませんから。余談ですが、身寄りはしっかり勉強に集中できたこともあって大学に合格をしました。そして春から県外に出て一人暮らしです。母親としては寂しいですけど、娘の一人立ちを見守りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。なんで俺の取り分にあのタワマンがないんだよ。実家なんていらねえよ。タワマンをよこせよ、タワマンを。あのさ、遺産をもらえるってだけでも感謝したら？わがまま放題のあんたの後始末をお父さんたちはしてくれていたんだし。うるせえよ。俺は息子だろ。親なら子供の後始末をするのが当たり前じゃないか。本当のことを教えてあげる。あんたは。私の名前はしおり。今回は弟ゆうきの話です。こちらがそのゆうき。10年前に母を亡くし、先日父を病気で亡くしました。自分の残り時間が分かっていたのか、父はしっかりと遺産について弁護士にお願いをしてくれていたそうです。おかげで私も弟も不満を言えないように分けられていました。まあどちらかといえば弟の方が少し多かったかなって感じでしょうか。でもまさかあんなことになるなんて。それでは勇気とのやりとりをご覧ください。姉ちゃん、どういうことだよ。なんであのタワマンが姉ちゃんのもんになるんだ。その代わり実家とか他の不動産が勇気のものになってるでしょ。それに合計したらそっちの方が資産価値高いもの多いんだよ。
あんな古い家なんていらねえよ。俺はタワマンの方が欲しいって言ってたのに。不動産とかたくさんあっても管理が面倒なだけだろ。俺はタワマンだけでよかったのに。そんなこと言っても仕方ないでしょ。そんなにタワマンが欲しいなら受け継いだものを処分して自分の望む部屋を買えばいいじゃない。どうして親父はいらない家を残していったんだよ。どうせなら処分してタワマンの一室を買ってくれていた方が良かったのに。ていうか俺は長男だろ。だからあのタワマンは俺がもらう。姉ちゃんは諦めろ。何を言ってるの。お父さんが亡くなったこと全然悲しんでいないんだね。あんたが問題を起こすたびにお金を出したり頭を下げたり、あんなに苦労させたくせに。親なんだから子供の面倒見んのは当然だろ。ゆうきは昔からこんな感じでした。私や父、母が注意をしても聞く耳を持たないのです。そのせいで他の人とトラブルになることが多くありました。決して父も母も甘やかしていたわけではありません。ただお金に関してはうちは裕福だったので、それでわがままになったのでしょう。お金があるんだから何でもしてくれるはずと思っていたんだと思います。でも勇気は知らないことがあります。望んだものではないにしても、相続したものは3億以上のものです。私が受け継いだタワマンも3億なので、父としては私と弟にあまり差をつけないようにと分配してくれたのでしょう。でもその優しさが勇気を調子づかせていたんだと思います。父なりに勇気のことを考えていたんでしょうけどね。けど正直私も限界です。父や母はずっと黙っていたんですけど、亡くなったことを悲しめない人に対して配慮する必要なんてないと思います。だから私はこれまで両親が隠していたことを勇気に伝えようと思います。は？今姉ちゃんなんて言った？だからあんたはよその子なの。本当はもっと前に気づくと思っていたのに本当に気づかなかったの？いやいや、ありえないだろ。あなたはお父さんの親友の子なんですって。引き取る人がいなかったからお父さんが引き取ったのよ。そんなこと誰も言わなかったぞ。そりゃそうでしょ。お父さんもお母さんも実の子じゃないって分かったら悲しむだろうから言わないようにって言ってたもの。こんなこと言ったら傷つけるだろうなって思うけど言わせてもらう。本当は遺産なんて受け取れる立場じゃないのに何を文句言ってるの。これまで何不自由なく育ててくれた両親に対してひどいことばかり。はっきり言って、何度あんたはうちの子じゃないって言いたかったか。ちゃんとあんたのことを弟だって思おうとしたよ。でもあんたはお父さんたちが助けてくれることをいいことに、わがまま放題迷惑かけてばかり。いや。お父さんがいたから、あんたとは姉と弟をしていたけどもう無理。私はもうこれからあんたのことを弟なんて思わない。長男だなんて偉そうに言わないで。長男らしいことなんて何一つしたことがないくせに。その後勇気とは連絡を取らなくなりました。無駄遣いをしなければ一生遊んで暮らせるだけのお金はあるでしょうしね。もう勇気と連絡を取り合うことはないだろうと思っていました。でもわずか2年後に連絡が来たんです。しかも父が残してくれた遺産を全て使い切った状態で、はっきり言って信じられませんでした。もともとお金の使い方が荒かった方ですが、まさかわずか2年で3億以上を使うなんて。しかも遺産を全て使い切ったということは、実家や不動産も全部売ったということ。それだけ豪遊をしていたなんて呆れてしまいます。困ったら父のように私が助けてくれるとでも思っているのでしょうか。姉ちゃん、金がなくなったんだよ、助けてくれよ。まさかとは思っていたけど、本当に私に助けてもらうつもりだったの？私はもうあんたのことは弟と思わないって言ったよね。そんなこと言わないでくれよ。まさかこんなに早く3億以上がなくなるなんて思わなかったんだよ。知らないわよ。自分でしでかしたことなんだから自分で何とかしなさい。あんたはもう30歳でしょ。いつまで家族に頼るつもり？あ、ごめん、私たちはもう家族でもなかったね。なんでそんなことを言うんだよ。血はつながっていなくても俺たち仲良くしていただろ。仲良く？いつ私たちが仲良くしたのか教えてほしいくらいなんだけど。いつもあんたのわがままに振り回されて、子供の頃から私はあんたのことが大嫌いだったわ。私たちをつないでいたのはお父さんとお母さんだけ。その二人ももういなくなったんだから私に関わらないでよ。
私はあんたみたいに家族って言葉で縛り付けて食い物にするようなやつなんて大嫌いなんだから。俺もう姉ちゃんしか頼れる人がいないんだよ。知らない。私たちが家族だと思っていてもあなたは違ったでしょ。私たちのことを本当に家族だと思っていなかったじゃない。家族だと思っているなら迷惑ばかりかけられないはずよ。それは父さんたちに甘えていたっていうか。お父さんもしっかり叱っていたじゃない。それでも言うことを聞かなかったのはあんたでしょ。見捨てられないと鷹をくくっていたんでしょ。私はお父さんみたいに優しくない。あんたみたいな出来の悪い弟なんていらないわよ。血がつながっていなくてもしっかり家族でいられる人は多いと思う。あんたが異常なんだと思うわ。自分がこれまでしてきたことのツケが来たと思いなさい。もう私はあんたに関わるつもりはないから。姉ちゃん本当に俺を見捨てるのか。姉ちゃんは優しいからそんなことできないよな。俺のことを見捨てられないよな。家族の優しさに甘え続けたせいで今のあんたになったんでしょ。だったらもうあんたに対して優しくすることはない。もともと私はあんたのことが嫌いだったからね。縁を切るいいきっかけができたと思うようにするよ。私だって最初から勇気のことが嫌いだったわけではありません。そうさせる勇気に問題があったんだと思っています。私は勇気にとっていいお姉ちゃんでいようとしました。でも勇気はわがままばかり。どうして本当の家族じゃないのにあんなにわがままをするのかなんて子供だって私が思ってしまっても仕方ありません。せめて勇気がもっとまともであれば私たちはまだ家族だったでしょう。姉ちゃん頼むよ。俺ちゃんとこれからは真っ当な人間になるから。これまでなれなかったのにこれからなれるはずがないでしょ。その場をごまかすために適当なことを言うのはやめて。適当じゃない、本当にちゃんとするから。その言葉が本当だとしてもあんたは遺産を思う存分使ったんでしょ。どうして残している私があんたを助けて我慢しなきゃいけないの。それはあんたはこれまで好き勝手してきた報いをこれから受けるの。いつまでも自分の思い通りになるなんて思わないことね。もう二度と連絡をしてこないで。あんたとはもう家族のつもりはないんだから。その後私は勇気をブロックしました。現在住んでいるのは父が残してくれたタワマンです。そのためセキュリティはしっかりしているから安心なんですけどね。父が残してくれたものなので処分をせずに暮らしていこうと思います。まあフリーランスですがそれなりに稼いでいるので一人で暮らす程度であれば問題なく生活できると思っていますし、他の親戚経由で勇気に関して連絡が来ました。どうやら勇気は自分の都合のいいように親戚に話をしているようです。だから2年で3億以上のお金を全て使い切ったことを話すと親戚たちは絶句していましたね。その後親戚にお金を借りようとしていたようですが全員から無視されたそうです。当然でしょうけどね。帰ってこないお金を貸すような奇特な人はなかなかいないでしょうから。勇気はこれまで好き勝手していた分これから暮らしにくくなるでしょう。自業自得なので同情も何もしません。私が姉としてできることなんて何もないんですから。下手に勇気を助けても私の人生の足を引っ張られるだけです。だから私は自分の人生のために勇気を見捨てます。冷たいと思われても自分の人生を棒に振ってまで助けたいとは思えないんです。私にここまでのことを思わせてしまったのは勇気自身です。だからこれからは一人で生きていってほしいですね。これ以上迷惑をかけられるのは私としてもうんざりですから。本日もご視聴ありがとうございました。